はい、それじゃあ続いてのプレゼンはジュリちゃんです。私が考えてきたお題はこちらです。おおおおすごい。どっちを選ぶ究極の選択。おお楽しそう。これを選んだ理由はみんなのことをもっと知れることです。いいですね。例えば、はい、一列に並びます。そしてお寿司が食べられないか、お肉しか食べられないかで選ばれます。2位は決まった。お肉がいい、いい場合はお肉側に行きます。あ、お肉、うん、で、話し合いをするんですけど、お肉が絶対いいよ、美味しいもん。世界中の方が見ても楽
楽しめますし、私たち学生が見ても一緒に英語のお勉強もできるし、まあ、見てても楽しくてハッピーになれる企画かなと思ってこちらの企画にしました。ご検討よろしくお願いします。はい、それでは何か質問ありますか？はい、はい、わかんない英語、習ってない英語あもうそこは、まあ、平等に、多分みんなわかんないであろう英語を使ってちょっとレシピを出してもらって、ちょっとところどころ簡単な英語を挟みつつのレシピでできたらなって思ってます。はい、他に、はい、レシピが英語で書いてあるって聞いたんですけど、はい、その料理は日本料理の可能性もあるんですか？英語で書いてあるのに肉じゃがみたいなどっちもありますか？できたのちょっと筑前煮とかしてみて、おしゃれなイタリアンとかかもしれないです。他に、はい、みんなの喋りも英語で言わないといけないんですか？英語しかしない。これもちょっと私は英語でできたら楽しい。確かに、あ、そうです。最初の最終戦